炎の裂け目はホロー内部の空間乱脈現象によるものです。ホローでは常に新しいエリアが際限なく生成されており、ひとたび油断すれば道を見失います。データの特徴を解析した結果、前方の裂け目は下方向に生成されたエリアに通じているようです。裂け目に足を踏み入れると墜落します。あらかじめ準備を整えてください。これから不快な思いをするかもしれないよ。大丈夫、私たちは熟練のホローレイダーだから。何回やってもバレないんだ。これか。不要な場合、裂け目は回避するようにしているけど、今回は必要な場合なんだ。お、ってことは金庫はここにあんのか。落ち着いて周囲をよく観察してみてくれ。慎重に進むルートを決めないと。あんたのがプロなんだから言う通りにするわ。見つけた。今日はついてるぜ。私の銀行。水を差すようで悪いんだけど、喜ぶのはまだ早いよ。
ミコ、落ち着いて聞いてね。全部あの悪玉ハッカーのせいだよ。私がホロを脱出するために用意したデータを削除したの。ここから出られない？あんなに苦労してやっと元に戻ったと思ったら、まさかこれで終わりだなんて。くそ、モニカ様とデートしたこともねえってのに悔しいぜ。けどなかなか悪くない人生だった。落ち着いて、他の手がないか考えてみる。あ、でもそんな悲観的になる必要はないよ。とっておきの切り札があるんだ。ミコの同意が必要なんだけどね。同意する。受け入れるの早くない？悪玉ハッカーが言ってたの。金庫にはあのロゼッタデータ並みに価値のあるものが入ってるって。それがあればホロを自由に出入りできるみたい。もしその話が本当なら、それを使ってホローから脱出できるはずだよ。ニコがこれを開けることに同意してくれれば。同意する、さっきから言ってるじゃん。え、そんなあっさり？依頼人の方はどうするの？生きるか死ぬかの瀬戸際なのよ。第一、私がここから出られなかったら誰が金庫を渡すっていうの？開けちゃっていいわ。暗証番号は知ってるのよね？うん。でも正直私も何が保存されてるのかわからないんだ。強制的にデータを読み取った結果、何が起きるかは。待って、質問があるんだけど。あなたの本体はホローの外でしょう。そのまま立ち去ることもできたのに、どうして危険を冒してまで私たちを助けに来たの？他に何か企みでも？アンビー、変な質問だね。私はあんたたちのプロ騎士だよ。連れて行くって約束したんだから、絶対に連れ出してみせる。あと、あんまり考えたくないけど、もし私が失敗したら HDD システムがインターネットで救援依頼を出してくれることになってる。その時は。安心して、ここを脱出できたら何があっても店まで助けに行くから。そんなこと言っても依頼料はチャラにならないからね。頼む、目を覚ましてくれ。利用規約および条件、他人への受験を禁止、異常または他のいかなる形での譲渡も禁止。店長、やったぞ。俺たち出てきたんだ。あなた様はご自分と該当存在の共同利益を保護するために、必要に際して十分な受験を行うことに同意する。音波が痙攣してる。店に戻って本体を確認した方がいい。
機の利用規約に同意しますか？苦しい。頭の中で情報が渦巻いてる。蒸気の利用規約に同意しますか？もうやめて。痛いの。目が、体中が。同意すればいいんでしょ。これ以上苦しめないで。受験規約へのサイン完了。これよりあなた様のサポートを開始いたします。共に新エリートを。これは驚いた。鍵のうち一本がどうやらすでに有効化されたようだ。へえ、本当？どの鍵？ゴースト？ジュニ？それとも妖怪？そのどれでもない、フェアリーさ。あらあら、それは面白くなりそうね。やっと目を覚ました。もう大丈夫だ。君は今うちの中にいる。あのデータチップは？ニコたちは？それと私は一体どうやって帰ってきたの？落ち着いて。回復したばかりなんだ。あまり興奮しない方がいい。ちゃんと状況を説明するから。まずはデータチップを読み取った後、君の身に何が起きたのか教えてくれる？なんだか夢みたいな話に聞こえるけど、とにかく事の経緯は概ね把握できた。次は僕が話す番だ。リンがデータチップを読み取った後、僕たちのポンプが暴走したんだ。それから何らかのオーバーロード状態に入ったらしくて、ライブハウス404のミラーボールみたいにピカピカ光り始めてさ。脱出計画は失敗したと思ってたんだけど、ボンプが急にまた動き出して、ニコたちを出口まで誘導してくれたんだ。君はその途中で気を失って、痙攣しながらずっと上言を言ってたんだよ。お兄ちゃん、こっそり録画してくれてないよね。やれやれ、そこじゃないだろ。ま、君がこんなに元気だと分かっていれば録画していたさ。さて、冗談はこのくらいにして。とにかく、そうして僕が慌てていたところに、ニコたちが知り合いの闇医者を連れてきてくれて、なんとか君を HDD から引っ張り出したんだ。今ニコたちがこの件を調査しに行ってる。いい知らせは、借金を返済するっていう約束を守ってもらえたことかな。ほとんどは医療費とポンプの修理代に消えたけど。けど本当の悪い知らせはこれじゃない。心の準備ができたらパソコンを見てみるといい。